皆さんこんにちは、杉下ひとみです。今日はご質問をいただいたので、ちょっとそれにお答えしていきたいなと思います。人間関係の質問で、嫌いな人との距離感が難しいです。嫌いと思ってしまう自分に罪悪感が湧きます。ひとみちゃんは嫌いな人がいるときどうしていますか、というご質問でした。嫌いな人がいたら逃げる、わーって逃げるけど、嫌いな人いるかな。なんかね、嫌いな人って多分近いくて毎日のように会ってたりする人のことなんじゃないかなと思うのね。なんかこう、ちょっとなんか苦手だなとか話し合わないなと思ったら、別に会わなかったらいい話なんだけど、でもなんか会わなきゃいけないことがきっとあって、会ってるうちにちょっと苦手とかちょっと会わないなが散り積もって嫌いになってっちゃうと思うんだけど、だから多分なんか逃げれたら楽なんですけどねっていう話なのかもと思って思うんだけど、なんかね、よく言うじゃない？嫌いな人は、その、自分の鏡だから、どうのこうのみたいな、あると思うんだけど、なんか私は、そうじゃなくて、まず先に、いいじゃん、嫌いでも。で、嫌いな気持ちを大事にしてあげた方がいいと思うの、もっと。なんかいろんな感情を自分の中のね、いろんな感情を大事にしてあげることが私はまず大事かなと思ってて、別に嫌いでも好きでも何でもいいと思うんだけど、その嫌いっていう気持ちがダメだって思ってるから罪悪感が湧くし、その嫌いな気持ちをこう沈めようとしてるから、どん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 その気持ちが腐っていって、もっと大嫌いになっちゃうと思うのね。だからなんか嫌だなとか嫌いだなっていう気持ちにまず自分で気づいて認めてあげるのがいいと思う。で、その自分の鏡とか、この人は例えば私に何を教えてくれてるんだろうとかっていうのは、もうその後、みんなね、それを先にやっちゃうから、気持ちをちゃんと感じずに、なんか この嫌いだっていう居心地の悪い、自分が悪い人みたいな感情を感じるのが嫌だから、この人は私にとって何を教えてくれてるんだろう、嫌いになっちゃダメ、なんか人はみんな神様だから、みたいな感じでこう、ドゥーンで蓋をしちゃうと思うの。でも、一回ちゃんと感じてから、そのギフトに気づく作業は、後でやったらいいと思うのね。で、なんか、その、例えばさ、嫌だーみたいなことがあった時に、もう、心の中で言う。この人のこういうところ、嫌だーとか、なんか、苦手ーとか、うわーっていうのを、言わなくていいから、会社とかだったら言えないじゃん、きっと。だから、心の中で、うわーって、なんか、思う。で、なんか笑ったら勝ち。うわー、めっちゃやだー、ウケるーみたいな。ってなれると、なんか楽だと思うんですよね。で、これがもし家だったら、自分の例えば家にいて、なんかそういうメールが来たとか、LINE が来たとか、仕事のメールでとかだったら、もう口に出して言う。うわー、ムカつくーみたいな。おーみたいな。めっちゃやだーこの仕事とか。言うと、私結構言うかも。家で一人で。やだーこれーみたいな。意味がわからないーとか。なんか言うけどね。なんか笑えてくるじゃん。そしたらなんかもう。あ、嫌だったなみたいな感じで、嫌だったなって気持ちも一緒にそこにいていいよっていう感じでやれると楽かなと思います。
なんかそこをやっていくと、ちゃんと発散されていくっていうか、ここがやれずに、こうなんか1ヶ月ぐらい濁らせて、あ、嫌だ。でも、ちゃんと仕事しなきゃとか、うわ。で、みんな抑えて、1ヶ月後ぐらいブチって切れるみたいなとか、なんかこう、夢に出てきちゃうみたいになってきちゃうから、なんかそうやって言ったり、まあ、あと、人に愚痴るとかも結構大事だと思うよ。なんかで、誰に話すかってところが大事だから、ちゃんと信頼関係がある人で話を聞いてくれる人、こうなんかそういうのは良くないよとかアドバイスしてこない人、すごく話を聞くのが上手な人に、ああ、そうかそうか、嫌だったねって聞いてくれる友達を、ちゃんと自分でチョイスして、その人に話を聞いてもらう。あと、そういうカウンセリングとか話を聞きますっていう、セッションみたいなやってる人も結構多いから、そういう人に話、お金払っても思う存分聞いてもらうのもすごいいいと思うし、かなり溜まっちゃってるんだったらね。なんか、そんな感じで思います。なんか、やっぱりさ、こう、いい人になろうとしすぎじゃない？なんか、いや、わかるんだよ、気持ちは。そういう本とか、そういう情報いっぱいあるからさ、清く正しく美しく生きたい気持ちは私も山々なんですが、わかる、本当にわかる、それはわかるんだけど、なんかまず自分の嫌いな気持ちも認めてあげる。そこができると、相手が何かを嫌う、誰かがね、他の人が何かを嫌うっていうこともいいんだなってわかるし、そこがなんかこうコントロールしないっていうか、自分の感情をコントロールしない、相手をコントロールしない、自分が何かを好きって思うこととか嫌いって思うことの権利を奪わない。何を感じてもいいし、嫌いになっちゃっても全然いいし。なんか、そこにまず正直にいられることが先かなって思います。なんかね、この質問いただいた時にすごいいろいろ思い返してて、思い出したことがあったんだけど、学生の時にね、俺、もう、そういうとこ嫌いだわーとかっていう人いたの。なんか 俺、お前のそういうとこ嫌いだわーっていう人がいてね。で、その時何も思わなかったんだけど、なんかあれ良かったなとかって今思って、まあ、それぐらいの言い合える関係性だったらさ、問題ないと、いいんですけどって話だと思うんだけど、なんかそれを言わずに、まず心の中でもいいから、ああ私この人のこういうとこ苦手なんだよなーみたいなのを心の中で言ってもいいし、でその時ね、その人がそういうふうに言うと、他の子が「え私は好きだよ」みたいなのとか、「私全然嫌じゃないよ」とか、「私は何々くんのそういうとこ好きだけどね」みたいなことを、なんかこう一人正直に言う人がいると、もう一人違う自分の正直な意見を言う人とかがいて、なんか平和だったなってすごい思ったの。で、なんかこれが好き、これが嫌いって言って、ああ、そうなんだって言える環境があるとすごいいいよね。だからなんかこう、ネガティブな気持ちとか嫌いな気持ちも、もうなんかこう、好きっていう気持ちと同じぐらい大事にしてあげるのがいいと思います。はい、今日はそんな感じ。質問してくれてありがとうございました。じゃあ、またね。バイバイ。